国立新美術館、国立新美術館、国立新美術館は東京六本木にある美術館である。日本で5巻目の国立美術館として2007年平成19年1月に開館した。文化庁国立新美術館設立準備室と独立行政法人国立美術館が主体となって東京大学生産技術研究所跡地に建設された美術館である。 国立の美術館としては1977年昭和52年に開館した国立国際美術館以来30年ぶりに新設された地下1階地上4階敷地面積3万平方メートル延べ床面積4万7960平方メートルは日本最大でこれまで最大とされていた大塚国際美術館の約1.5倍に及ぶ 独立行政法人国立美術館に所属している中で唯一コレクションを持たないため、英語名は収蔵品を持つのが通常であるミュージーアムではなくアートセンターを用い、ナショナルアートセンター東京ザナショナルアートセンター東京を名乗っている。コンセプトを森の中の美術館としており、設立目的を展覧会の開催、情報収集及びその公開、 教育普及としている。また、館内には、ミュージアムショップ、レストラン、カフェなどが併設されている。黒川気象設計の美術館としては、最後のものとなった。この美術館の構想はそもそも、社団法人日展ほか大きな美術団体の公募展が、東京都が所有権を持つ東京都美術館の使用を占めており、他東京都民が入り込む余地がなかったこと、及び、 日本全国規模の公募展が開催可能な国立施設の必要性が求められたことが発端となっている。その後、美術家や公募団体が文化庁や政党、各地方の国会議員に働きかけた結果、1995年以降、各公募団体の代表作家たちや美術評論家を中心に、国立の新美術展示場建設構想の調査が始まる。場所は、 六本木の東京大学生産技術研究所、駒場に店の跡地が開けられ、建設費は380億円を予定していた。当初は、ナショナルギャラリー、歌唱王と呼ばれ、日本の芸術文化の育成、国際的な芸術情報発信拠点としての役割が期待されていた。活動内容は、複数の公募展の同時並行開催と、新聞社などの主催の大規模企画展のための、 会場が主とされ、美術品コレクションや学芸員は置かない方針だった。しかしこれに対して、公募団体側も国側も新美術館を通して何を実現したいのかという展望や戦略がないまま、箱の建設のみを進めていたというハード面のみの重視に対する批判もある。また、ナショナルギャラリーという名称になれば、日本国外から来る観光客がワシントン DC の ナショナルギャラリーやロンドンのナショナルギャラリーと同様の美術館施設と勘違い指摘する恐れがあるという批判を受けてナショナルギャラリー歌唱の名称はなくなり名称を公募した結果国立新美術館という名称に決定したまた外国から美術品を借りる際に受け入れる学芸員が必要なことや独自の展覧会も開催すべきだとの指摘を受け数名の学芸員を置くことになった 東京都美術館で開催してきた公募団体展や首都圏の公立美術館で開かれてきた企画展のうちかなりの数が移動することになった。美術館ができた以上、各公募団体が新美術館でどのような展示を行うのか、団体以外の人々への案内、美術鑑賞教育、これまでの絵画や彫刻に限らない作品の参加の可否、美術館やその学芸員は、 各公募団体とどのように連携し意味のある活動をするのかが問われることになる。また、新美術館の重要な役割として国内各地、国外の過去、現在、将来に至るあらゆる展覧会に関する図録などの情報を収集、集積、研究し、来館者やウェブサイト訪問者に公開する情報収集公開機能というものがある。図録。 研究書類はライブラリーに収められ来館者も閲覧でき、現在開催中や近い将来の展覧会に関しては、ライブラリーに併設されたコモンズ共有地という名のところで、ポスター閲覧、チラシ集めなどの情報収集ができる。現在、日本の展覧会カタログを過去に遡って網羅的に収集しており、すでに日本では最も多く展覧会カタログを所蔵している。 裏側は、同時に行われる複数の公募店の作品搬入、開拳、そして審査員による審査などを円滑に行えるよう、充実したトラック用プラットフォーム、バックヤード、環境の良い審査会場、審査員控室を持つ。また表は、緑の広場と、全面ガラス張りの明るい外観が観客を迎える。前提に、歴史的建造物で2.26事件ゆかりの、 給付表第3連帯弊社が一部分保存される。第二次世界大戦後は、東京大学生産技術研究所等として使われていた。研究所が駒場に移転し、取り壊し予定であったが、保存要望の故意に排除し、一部分を残したものである。なお、同美術館3階には、平松レストランが展開するフランス料理店、ブラススリーポール、ボキューズミューゼがある。 また、真の文字をイメージし赤い直線で肩切られたシンボルマーは、元白報道のアートディレクター佐藤柏が作成した。近隣は、六本木ヒルズの森美術館や防衛庁跡地に建設された東京ミッドタウンに移転したサントリー美術館本館との3館で六本木アートトライアングルを構成。2121 21デザインサイト、 泉ガーデンタワーの千億博古建文化など様々な美術館が集積することとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。